ここに、はい、俺が取りましたよ。おい、
トだわ。アミちゃん、グレートだよ。誰好きな曲聴いててね。あおならかも。
バイザー出すんだよ。みんなではバイザー出す。こんにちは。こんにちは。泣かせてみろよ。泣かせてみろや。泣かせてみろや。全部やれ。泣かせてみろや。ほら。皆さんクイーン知ってますか？大好き。座礁マストボン。座礁マね。もうさっきパンクとか J ロックとかやったんだけど、まあ、俺ハードロッカーなんですけど。このクイーンってバンドは自分がハードロックに目覚めたバンド、親父がいつも車の中で流してたバンド、X ジャパンでしょうね。みんなそれぞれ好きなジャンルとかバンドがあると思うけど、最後は自分のバンドを楽しんでやれとも言うし、他の人のいろんなジャンルも聞いて、そこで俺がなんかクイーンをやろうと思った方がなんかいい気もしない？わかんない。日本語わかんない。おいおい、田村いじれよかったのよ。日本語わかんない。自分の音楽を聞いて、俺もさっき、ちょっとよくわかんなかった。いろんな音楽を聞いてから自分の元々好きだったバンドとかに立ち返ってみて、振り返ってな。そう、いろんな、俺が1年生の時、4年生、2年生、3年生から出たバンド全くわからないこともなかったけど、全然わからなかったよね。でもいろんな人から音源もらったり、自分で調べたり、謝罪したり、YouTube でディクったり、いろんなことして CD を解体しながら、早口いろんな音楽を聴いて自分のジャンルに立ち返ってみで、一個だけ言いたかったのはそんぞれ定期ライブがあるけど、今日はクリコの最後の定期ライブで、このライブの意味がそれどういう意味なのかなってちょっと考えたんだよ。そしたら、泉さんは新しい1年生が来るライブで、学祭は幹部が新しい仕事をするライブだなと思って、クリコンはあの4年生がいなくなるライブだなと思って定期、やめろー、嘘嘘、全部嘘、それ間違いない、全部嘘。そう思うと、普通のただのライブも俺ら素人がやってる、素人じゃないけどこいつはライブも意味が変わってくると思うんだ。だから次最後の曲なんだけどね、もう楽しんで聴いて、ダメ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 、あと50分ぐらい最後の曲もそう、MC だからぶっ通しでやったからね、絶対ダメ、こうなるかも。おいおい、You put it into your name, and then I'll dare to say just like a melody.写真で抜けてかせ Conversation で started yesterdayyou
time. I fit in line. お疲れ様です。